高走塁ですよね。なるほど、はい、その高走塁の坂本を三塁に置いてバッターボックスは亀井です。原監督も今チームで一番状態がいいと評価した亀井。この亀井のサヨナラヒットで土曜日はオリックス戦勝利を収めましたジャイアンツです。最近5試合3割5分となりますと、桑田さん、ツーアウトではありますが、はい、ランナー三塁というのはピッチャーは嫌なものでしょうね。そうなんですよ、やはり高めに設定して打っていくということができますよね。なるほど、はい、そのプレッシャーを坂本がかけツーボールです。キャッチャー山崎はアウトコース逆球になりましたがストライクです。交流戦でこの巨人との対戦があります。3年ぶりの巨人戦のマウンド、日本シリーズでも対巨人投げています。ここまで通算77勝、2桁勝利も4度経験しているというもう実績十分のピッチャーです。先ほど少しバッターは高めに設定すると言いましたが、バッテリーは、まあ、特にピッチャーはですね、キャッチャーを信頼してワンバンでも絶対止めてくれると思って低めついていくべきですよね、はいはい、あっと高めのボールは亀井打って、これはピッチャーゴロです。体に近いところ、特に手などには当たっていないようです。この回ジャイアンツは三塁に進めましたが得点ありません。ちょっと亀井が手を気にしています。さて、日テレジータス視聴者限定プレゼントのお知らせです。日テレジータスでは巨人選手写真撮影会やアフターゲームグラウンドツアーなど豪華な特典を毎月抽選でプレゼントいたします。ご覧の応募キーワードを日テレジータスホームページから送信してください。皆様のご応募お待ちしております。さて、ベンチ内で先ほどのシーンがあった亀井ですが、戻ってきた後その手の状態を今確認しているところです。打ちに行って避けたんですが、ボール自体が握った箇所の近くに当たって、まあ、ジャッジとしてはそれが、まあ、打球として処理されてアウトになりました。ただもしかしたらその体に指の部分にも当たっていたのかもしれないという先ほどのプレーでありました。確認が終わって左の手のあたりを気にしますが、今グラブを持って今出ていきました亀井です。